マイケル・ウィンスローはアメリカ合衆国ワシントン州生まれの俳優、声優、コメディアンである。俳優、声優、スタンダップコメディアンとして知られるウィンスローは1958年にワシントン州スポケーンに生まれる。役者を目指し演劇学校へ進学。彼が最初にテレビの出演を果たしたのは日本でいう新人発掘番組のザゴングショー。その時に 何の道具も使わずに生体模写を披露し一躍人気者になる。彼のその特技と才能は1984年から制作された人気シリーズポリスアカデミーシリーズにおいて活かされている。同シリーズではモノマネ上手のジョーンズをユーモラスに演じて日本でもファンを生んだ。かつて日本において日本石油ダッシュレーサー100ガソリンのテレビコマーシャルへも出演した。 その際、ポリスアカデミーのジョーンズと同じく警官の格好をするバージョンや、日赤の制服を着たバージョンなどがある。現在も映画やテレビなどへ出演しているが、コメディクラブなどでライブなども多く行っている。2015年にはラバランチュラ全員出動。で久々にポリスアカデミーで共演したスティーブ・グッテイバーグ、マリオン・ラムジーと共演。 その際には得意の生体模写も披露した。2016年に同作の続編へも出演し、グッテンバーグやラムジーラとは再度共演を果たしている。これまでに3度の結婚歴を持つが、最初の妻とは死別し、2番目の妻とは離婚。3度目に結婚したシャノンは現在の妻である。ありがとうございます。